どうも皆さんこんにちは、ガズでございます。ガズレレ大合唱、ガズレレの日の会場まで大観山駅から案内しようと思います。中央口ですよ、中央口、中央口からこっち、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 行くよ。みずほ銀行、右に曲がりますよ、右に。マーメイドカフェがあります。マーメイドカフェ、おしゃれなフレンチトースト。ガズレレの方のイベントはですね、代官山ヒルサイドテラスというエリアの中にあるんですけど、いっぱいあるのでわからないからこの動画でご案内しますから、これ信号渡ります。ちょっと周りを見てください。あそこに歩道橋があって、こんな感じのとこですよ、覚えておいてください。グレイスコンチネンタルっていう、グレイスコンチネンタルっていう店の前の信号ですからね。この細道入ってきますから、まっすぐ。細い通路入ってきて、1個目に左入れるところがある。ここ左です。ここ左ね、ここ左。トリトンカフェあります。トリトンカフェ、トリトンカフェ目印ね、ここ左で。ここ見てください、ここの真正面が会場です。だけどここ横断歩道ないんだよなこれ横断歩道ないんだよな。本当はここ行きたいけど、横断歩道渡らないと怒られちゃうから、そこに横断歩道あります。右に曲がりました、今大通りを。ここが代官山の大通りな、名前わからない。ここに有名なハリウッドランチマーケットがありますよ。ハリウッドランチマーケット、アパレルです。買ってください。お、ちょうどいい道路を渡ります。これ見て、デンマーク大使館の信号ね。デンマーク大使館で渡ったらさっきのところだから戻るよ、もう一回。今何分で？4分。徒歩5分だね。今ね、5分です。徒歩5分で着けますからね。おしゃれなショッピングサイトがキャラメルって店だ。このキャラメルっていう店の脇を入るんですけど、ここの丸い建物を覚えてて、この丸い建物、これ、これをここじゃないんですけど、そので、さっき出てきた道が、さっき僕たちが歩いて出てきた道、そこです。今そこから出てきてこう回ってきたっていうことになってます。で、はい、ここを映してもらって、ここがちょっと分かりづらいんだけどここ降りたところなんですよ、会場。ここです、ここだよ、会場。はい、到着しました。ここがガズレレ大合唱が行われる会場です。11月11日、代官山ヒルサイドテラス会場までのご案内でした。会いましょうね、当日。チャオ、バイバイ。